どうもラウチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は必殺技の検証をやっていきたいと思います。ロジャーの覇王色の覇気、あれ強いような気がするんですよ。他のキャラクターよりもダメージをちょっと測ってみようと思います。俺は死なねえで。ロジャーの覇王色の覇気だけ、星2なんですよ。星2つ。他のキャラクターは星3なんだけども、ロジャーだけ2、ゲージが溜まりやすくなってるんだよね。で、火力も高いような気がするんですけども、どうでしょうか。それではまずはシャンクスで測っていきましょう。スキルは入れてません。万全の集中だけ入れてますね。これだけです。さあどれぐらいダメージがあるのでしょうか。ビッグマムに一撃入れる感じでやっていきます。もう逃がさねえぞ。絶対強いと思うんだけどな。いきまーす。できてんだろうな。いたかさた、ちょっと待って待って。お前こそ俺の邪魔するな。はい、これぐらいですね。通常の覇王色の覇気はこれぐらいのダメージを与えることができます。それでは続いてロジャーですね。スキルは同じく万全の集中のみ入れてます。いや絶対強いと思うはず。どうだろう、いきましょう。もう逃がさねえぞ。いきます。命取られる。絶対強いはずだ。来てんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来いビッグマン。どういうこと、どういうこと。あの一撃は一緒だったのよ。一撃一緒だったのよ。でもその後になんかギュン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 って減った。で他のやつが攻撃した。いや分かんない。ちょっともう一回やってみましょう。それではもう一度いきます。万全の集中のみですね。ちょっと後ろのやつらがついてこないようにしましょう。まあまあさっきもついてきてはなかったと思うんだけどね。もう逃がさ、後ろにいるね。オッケーオッケー。行くぞ。取られる覚悟はできてんだろうな。終わらせるか。うるせえ、お前こそ俺を邪魔するな。やっぱり減る。来いビッグマム。今のはあの1回だけだったけども、確かに普通のダメージプラスアルファ入りますね。いやこれね 100% 発動するわけではなさそうですね。さっき発動しなかった。なんか発動条件があんのかな。あ今1回あったね。なんでしょうね、たまに一発しか当たらない時がある。おなんか発動条件がありそうですね。ちょっとそれが分かりませんけども、どうするんでしょう。まあ、とにかく、ロジャーだけ、覇王色の覇気がゲージが溜まりやすくダメージも高いみたいです。ただしその高いダメージを出す方法っていうのは何か条件があるみたいで、その条件はちょっと分かりません。どうしたらいいのかがちょっと分からない。はい、分かる方いたらコメントで教えてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。